フィー、次の地脈点を探知して。地脈点、見つけた。すごく遠い。北東のずっと先。北東の先。おそらく、エンドガンド寮ですね。エンドガンド寮は小島の集まりだ。リオネル島という比較的大きな島があるが。うん。地脈点はそこだと思う。エンドガンドといえば、幽霊船が出るという海域じゃよな。幽霊船？うん。航海を抱えた罪人を捕らえて、永遠の航海へ連れ去ると言われておる。罪人を連れ去る。エンドガンド沖は、世界を巡る海流が何本も合流する。各地で難破した船が最後にたどり着く場所だ。なるほどな。それが幽霊船の正体か。なんじゃよ、夢のない奴らめ。幽霊船が夢なのか。気をつけていこうね。平気よ。幽霊だろうが大魔師だろうが、みんな引導を渡してやる。残るクーマはあと一体か。脱獄の時シアリーズは言ってた。今ならアルトリウスを殺せるって。つまりあいつはカノヌシが完全じゃないこと、クーマの仕組みを全部知ってたんだ。でもなぜあいつはアルトリウスを裏切ったの？私に力をくれたの？消したくても消えない炎がある。だとしてもなんで自分を食らわせてまで私を。ねえ、どうしてなの、お姉。私何を。シアリーズは精霊よ。精霊だった。余計なことを考えるな。クーマが集まったら、今度こそあいつの息の根を止める。それだけでいい。考えるのはそのことだけで。そんなのいいでしょ。ダメよ、きちんとしなきゃ。もう、あんまりうるさく言うとメディサを嫌いになるから。嫌いで結構よ。だから言う通りにしなさい。もう、モアナはメディサが好きなのに、なんで結構なんて言うの。どうしたんですか。エレノア、メディサがお風呂から出たらしっかり髪を乾かしなさいってうるさいんだよ。え、そんなことで揉めてたんですか。そんなことじゃないわ。クーマだからって風邪をひかないとは限らないでしょ。風邪なんてひかないよ。モアナ、苦いお母さんのお薬飲むの嫌だもん。わがままを言うと無理やりゴシゴシしますよ。そんなにムキにならなくても。もうモアナの髪も乾いてるみたいですし。そう、もう乾いちゃった。甘やかしてしまいましたね。まったくね。もしクーマが風邪をひいたらどうなるか、治す手段があるのかわからないのよ。はい。もっともあなたが負い目を感じるのもわかるけど。モアナのお母さんの話を。ええ、ライフィセットから聞いたわ。案外おしゃべりじゃのう。ごめん、でもメディサには言っておかなきゃって思ったんだ。いいえ、私から伝えておくべきでした。おかげで何があったかよく分かったわ。残酷すぎる事実よね。はい、とても小さな子供に耐えられる話じゃありません。モアナには本当のことは言わないつもりです。そうするしかないでしょうけど、あなた嘘を突き通せるの。やらなきゃいけないんです、モアナのために。モアナのためにか。分かった、この件には協力するわ。わがままな子供のために物好きね。子供はわがままなものよ。本当なら家族が、母親が付き合ってあげるはずのわがまま、あなたには覚えがない。あいにく
私は物好きじゃないのよ。いやはや、どっちもそっちも問題山積みじゃな。じゃあ、アイプ。お笑い公演の手配をお願いしたいのですが。おお、久々に熱い目をしたやつが来やがったな。見せてもらうぜ、お前の笑いってやつを。存分に。エレノア、お主って妙なところでスイッチが入るの。手を抜けない性分なんです。それに頑張ればマジルーちゃんとお近づきになれるかもしれないし。マジルーか、しばらく会っていないが、ローグレスで評判を取っているようだな。はい、素晴らしい踊りで。お知り合いなんですか？ああ、師匠のバルタともな。マジルーも天才だが、バルタは100年に一人の大天才だった。だからマジルーが無理をしすぎて壊れないか心配だよ。バルタは芸に関して妥協を知らないからな。そうなんですか。ライバルに同情しとる暇はないぞよ。台本は暗記したの？当然です。そっちこそ間を外したら承知しませんよ。言うのわしも本気が出せそうじゃ。行くぞ、笑いの扉をこじ開けに。はい、どうも、毎度おなじみ、美縁風のアルジーズじゃよー、マギンブイ。いやいや、おなじみですか？お客さんたち、まず美縁風ってなんだって顔してますけど。あと、マギンブイって何の呪いですか？いやー、それにしても近頃冷え込みが厳しいの。スルーですか？無視ですか？なんじゃの、文句があるということはお主は寒うないのか、常夏気分か。そんなわけないでしょう。確かに最近冷えてますけども。じゃろ、わしなんてあんまり寒いもんじゃから服に火をつけてしまったわい。そんな無茶な。それでもまだ寒くての、家にも火をつけたんじゃよ。家に？なんてことを。でも平気じゃよ。じゃって火をつけたのはお主の家じゃから。それは犯罪ですよ。これどうした、段取りと違う。放火は犯罪です。え、あ、はい。台本では今の下りは焼けた服を買い直して懐が寒くなったがのうで落とすはずでしたよね。そうじゃけど、ノリでアドリブを重ねてみたんじゃよ。道徳的に問題です。訂正しましょう。なんじゃの、もうただのネタに熱くなりよって。ネタで許されるなら声量はいりません。いえ、私は大麻師である前に一人の人間として反社会的な行為を助長する言動を見過ごせないのです。お主の怒りでこっちまで熱くなったわ。もういいわ。よくありません。もういいんじゃってば。よくありません。問題のあるネタを演じてしまい申し訳ありませんでした。という感じでモラルをテーマにしてみたんじゃが、どうじゃったじゃろ。久々に一言言わせてくれ。真面目か。はい、真面目か。アルトリウス様が同志になられた日を
この町の記念日にすることになったんですよ。3年前の降臨の日、精霊が世界に現れた後、アルトリウス様が最初に救ったのがこのタリエシン。ゴーマへの反撃の始まりとなったこの町を、私たちはとても誇りに思っているんです。それで同志の記念日というわけか。じゃがアバル村の方がゆかりは深かろうに。確かにそうかもしれませんね。アルトリウス様は救えなかったあの村のことをとても悔やんでおられました。村を滅ぼしたゴーマは退治できても、失った命は元には戻せないと。もしアルトリウス様がアバルに先に行かれてたら、滅んだのはこの町だったかもしれません。私たちはアバル村の悲劇を忘れないためにも、同志を称える記念日を定めることにしたんですよ。そうよ、失った命は戻らないのよ。もうすぐリオネル島だよ。幽霊船は出なかったわね。待ち伏せへの対策はどうなった？警視庁を使って俺たちが別の清涼施設を襲撃するという噂を流した。効果はやらないよりマシって程度だろうけど。強行突破なら分かりやすくていいさ。副長、前方に漂流中の船を発見。幽霊船かな？清涼の船です。救助信号機を上げてます。分かった、接舷しろ。助ける気？敵の船よ。救助信号機に敵も味方もない。これは船乗りの鉄則だ。罠に決まってる。海賊だって救助信号機で騙し討ちなんてしないよ。助けた後身ぐるみ剥ぐけど。万一罠なら皆殺しにする。それだけのことだ。面倒ね。これは海賊病。ベイミック、サレトーマは残ってるか？はい、この人数なら船に積み込んである分で足りると思う。清涼の船にしちゃやけに人数が少ないな。私が船員を脅して無理に出航させたからです。テレサ、無謀は承知でしたが、まさか海賊病にかかるなんて。でもいいわ、こうしてあなたたちに会えたのですから。そんな体で勝てるとでも？勝つのはあなたたちです。私を利用して。どういうこと？聞かなくていい、どうせ罠よ。リオネル島にはクーマ・ディースがいます。警備隊マシは私の弟オスカ。あいつなら問題ないわ。オスカーがメルキオル様が新たに開発した決戦術式を身につけていてもですか？精霊の力を限界を超えて引き出す術、その威力は通常の精霊術とは比較にならない。勝てたとしても無事では済みませんよ。なぜそんな情報を知らせる？その術はまだ未完成なのです。使えば命の保証はありません。私はオスカーを助けたい。私を人質にすればオスカーは手を出せません。あなたたちはその隙にクーマを奪って逃げればいい。清涼を裏切るっていうの？
あの子に変えられるものなんてこの世にないわ。信用できないのも当然。薬はいりません。私の命を預けますから。モスカ、助けて。テレサ様。それなりに役に立ちそうな話ね。とにかく船に乗せて薬を飲ませて。さーて、あやつの言うことを信用するのかよ。精霊の力を限界を超えて引き出す術か。本当なら手強そうだ。メルキオルの野郎が作ったと言っていたな。ジークフリートを追っていた剣と関係あるのかもの。もしそうなら、まともにぶつかるのは得策じゃないな。しかし、なぜテレサはあそこまでオスカーを守ろうとするんだ。オスカーはアスガード王家を祖に持つ名門貴族、ドラゴニア家の次男。聖領との結びつきを強める思惑から聖領に入れられたそうです。家の都合か。よくある話だな。テレサも彼を追うように聖領に入り、ずっと影日向にオスカーを助けてきました。つまりあやつも貴族か。おとなしくお嬢様しとればいいじゃろうに。いえ、テレサの母は正式な妻ではなく、その身分が。よくある話です。それも制裁に疎まれて母は死に、私はただの召使いとしてドラゴニア家に仕えました。暗く冷たい家でも、あの子がオスカーだけは私を姉上と呼び、家族として慕ってくれた。姉が弟を助けるのに理由が必要ですか。体調は戻ったようね。薬のことは感謝します。死なれたら人質にできないからよ。クーマはどこ。この先のベイルド商屋を進むと古代王国の遺跡があります。そこが地脈点。オスカーも一緒にいるはずです。あの一号は。あれはアルトリウス様に取り上げられました。今の私に大魔師の力はない。つまり私を生かすも殺すもそちらの自由です。オスカーを助けたら気の済むようにして結構。望み通りにしてあげるわよ、全部ね。分かってるわね、フィー。気を許しちゃダメよ。うん。こっちで何か動きがあればすぐにシルフもどきを飛ばします。気をつけて行ってきてください。頼む。しかし、なんだってこんな僻地に聖領は施設を作ったんですかね。テレサ、お前は何か聞いているか。ここは今でこそ無人島ですが、遺跡が示すようにかつて何度も文明が栄え滅んだ場所。海流、気流、地脈の流れがこの島に集中しています。それは同時に汚れの集中点を意味するのです。だから文明が栄えたり滅んだりしたの。ええ、そしてここで息絶えた人々の出した汚れは今なお消え去ることなくさまよっているのです。今も繁栄した分死滅した命も膨大なんじゃよ。本来なら
汚れを感化することなく真っ先に対処すべき場所なのですが、カナヌシ復活を目論む清涼にとっては最も対処したくない島第一位じゃろうって。汚れに満ちていながら人がほとんどおらぬ、これほどまでに都合のいい場所はないでの。この島にはクーマを置かない手はない。これは清涼の宿営用のテントですな。常駐はしてないようですが手入れはされてますぜ。私が把握している限りでは次に大魔師が巡回に訪れるのは10日後です。クーマを探して地脈点から引き剥がすには十分時間はあるってことだな。ここで休むこともできますし、慌てず確実にクーマを見つけに行きましょう。テレサ、久しぶりですね。会うのはミザ以来になりますか。ですがそれほど久しぶりとも思えません。裏切り者エレノア・ヒュームの情報はよく耳に入ってきましたから。海賊病は大丈夫ですか。問題ありません。サレトーマはちゃんと飲みました。相変わらずひどい味だったでしょう。新人大魔師の歓迎会で飲まされたことを思い出しますね。なぜ清涼を裏切ったのですか。巡察官という重職を任されていたのに、本当なら巡察官にはオスカーがなるはずだった。内示だって出ていたのに、あなたが強く希望したせいで優しいあの子は役目を譲ったのです。知らなかった。オスカーに内定していたなんて。その結果オスカーは危険な監獄島に回り、あんな大怪我を負ってしまった。そして今あなたはオスカーを倒した敵の元にいる。私には理由を知る権利があるはずです。人々を救いたいという思いは今も変わりません。ただ私は清涼とは別の道を見つけたいんです。許せる理由ではありませんね。許してもらえるとは思っていません。あなたがオスカーのことで妥協しない人なのはよくわかっています。その通り。私がそういう人間であることを仲間によく伝えておいてください。オスカーを守るためにはあなた方に信用してもらう必要がありますから。話すことはそれだけです。わかりました。罪人の流刑地だったって聞いたことがあるけど、見てるだけで気分が落ち込む嫌な島だな。むやみに歩き回ると危ないですよ。わかってるって。でも遺跡の感じからすると相当な文明があったのは間違いない。お宝の匂いがプンプンするんだよな。洞窟者の取り締まりは厳しいですよ。清涼が怖くて海賊はやってらんねえだろ。宝探しを止めはしないが、危なくなっても助けはないぞ。分かっているな。あいあいさ。
2号、ミザで発揮したあの力、あれほどの力を秘めていたなんて。メルキオル様は1号にも高い潜在能力があるとおっしゃられた。私に使いこなす才能があれば。テレサ様、怒ってますよね。は？何をですか？僕が逃げ出してベルベットの仲間になったことです。それは私の油断が原因です。敵に道具を奪われた自分の無能さが腹立たしいだけです。道具？今は自分のことさえどうでもいい。私は弟のオスカーさえ救えればそれでいいのです。その大事な弟に傷をつけたのは私よ。仇に助けを頼んでいいわけ？ええ、傷をつけてくれたあの子の顔にも経歴にも心にも恨みは忘れてないようね。けど寝首をかこうとしてるなら無駄よ。今の私は精霊を持たないただの人間。最下の剣士に傷をつける力すらありません。自分の無力さは痛いほど分かっています。なら、せいぜいおとなしくしてることね。テレサ様、ベルベットも同じなんです。ベルベットも弟のために。最下の剣士の情報は心得ています。でも何だろうと関係ない。無力な私はこうするしかないのです。オスカーのために。テレサ様、